師を励ます会を開催させていただきます。まずはじめにこの会の呼びかけ人でいらっしゃいます瀬川康介さんのご挨拶からよろしくお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。瀬川康介です。今日は僕たちの呼びかけに、大勢の方がご参集いただきまして本当にありがとうございました。なぜこのような、会を催したかについて、少しだけ説明させてください。12月16日、ものの見事に、小沢党は大敗をいたしまして、もう僕たちとしては笑うしか手がないという、追い詰められ方をしたわけです。僕はこの5年間を小沢一郎という政治家の存在価値をこの世に認知させたくてネットあるいは書物で書き殴ってきました。しかしそうした戦いもこの大敗の前ではなすすべを知らないというところまで追い込まれてしまいました。僕は半年前からここにいらっしゃいます山形の後藤先生と2人で、衆議院は必ず負けるだろうと、しかし本番は参議院だと、参議院に僕たちの力で最低1人の参議院議員を送ろうではないかと、そのネットワークを作ろうということで、北海道の小樽から東京まであちこちを、ちっちゃな過去を作りに歩いてきました。それで今回落選をした新人議員等を見てまして、いかにも選対が脆弱だということを僕は痛感したわけです。これはなぜかと言いますと、追い風と、連合という選対におんぶに抱っこできた報いが今回3年経って、出たんだなと、こういうふうに理解したわけです。であるならば、僕たち在野の小沢支持者が小沢陣営のために在野の選対を作らないではなくなくてはならないか、ならないんじゃないかと、このように僕は思ったわけです。それで、僕たちは、その性格上派手なことは嫌いです。地道に一歩一歩というのは僕たちの、いつも、集っている仲間の基本姿勢ですから、一人で50票を取るとか一人で100票を取るとかといった大言壮語は僕たちはあまり歓迎しません。その代わり、一人が10票の近隣の人を、獲得できる信頼に足る人物を1万人集めようと、その1万人で10万票を作ろうじゃないかと、これが今回僕たちが、考えた戦略です。そうした中でいろいろな、政治家志望の方あるいは政治家の方を拝見してまして、今回の敗北を受けて、僕たちが仮に僕たちの旗として抱えるとするならば、国民の生活が第一の幹事長であった東正蔵さんがその第一候補ではないかと、こういうふうに僕は思ったわけです。それで数回東先生とお会いをして、私たちの思いを伝え、説得を重ねてきたわけです。しかしながらまだ僕たちの力は未知数ですから、東先生は半信半疑の場所にいらっしゃいます。こいつらに騙されてうかうかと乗ったらとんでもない目に遭うんじゃないかと、こういう危惧を持つのは当たり前のことです。ですから僕は東先生に2月の末まで待ってくれと、2月の末まで必ず僕たちが一つのシステムを作り上げてみる、見せると、それを見た上で判断していただけないかと、こう訴えたわけです。そしてその件についてはご了承いただいて、本日ここに東正蔵氏を励ます会というものを開催いたしました。これは僕たちにとっては、内心は決起集会ですけども、今はまだ決起集会といったような大行なことは言えませんので、あくまでも励ます会です。今日お集まりの皆さんにお願いしたいのは、東先生がご多忙の中をここにいらしてくださってます。どうか2時間の時間がありますので、その会話の一日で東先生にぜひ立ち上がってくださるよう、奮起してくださるよう、それを訴えていただきたいと思います。喧嘩はやるからには勝たなくちゃいけないというのが僕の考えですけども、これくらい物を見事に負けますと開いた口が塞がらないというような状況です。しかし1回くらい負けたからといってずっと負け続けるわけではないわけですから、
今日の日記にも書きましたけども、綱引き大会は引いたり引かれたりするわけです。ちょっとよろめいたから負けたんじゃなくて、最後の最後に綱を引っ張り切ったやつが勝つわけです。そういう戦いを僕たちはしたいと思い、東先生にもそのことを訴えてます。どうか今日は皆さん、東先生にお一人お一人の方が頑張って、8月に、7月にもう一度バッジをつけ、そして参議院が嫌であるならば、次の衆議院の時にもう一回立てばいいんです。その時、後に継ぐのは同じ生活の党の立候補者なわけですから、別に何の支障もないわけです。ただ、東先生に半年間だけ休んでいただいて、あとは国政の場に復帰してもらいたいというのが僕の希望です。どうか皆さんよろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。僭越ながら会長を拝命させていただきますが、もともとは人前に出たりこうやって喋ったりするのはとても苦手な裏方専門の人間なんですけども、瀬川さんに叩かれまして資料を叩かれまして、まあ、今こうやって手に入れましてさっき負けるという話がありましたけども、私はアメリカ政府は嫌いなんですけども、アメリカのヘミングウェイというのは少し好きでですね、彼が老人の海でね、言ってたセリフでね、人間は負けるようには作られていない、だから殺されることはあっても負けることは絶対ないんだっていうね、いうふうに言ってましたね。で、私はその通りだと思います。ヘミングウェイは広場恐怖なんですよね、あの人ね。でも広場恐怖を克服するために彼はサバンナに行ったりですね、スペインに行ったりこうしてたわけですけども、まあ、挙句はアルコール依存症になっちゃいますが、でも彼はその自分でその言ったことを体現してきた。で、今回こうやって皆さんがお集まりいただきましたけどね、殺されるかもしれないんだけど負けるわけはないんですね。で、私東先生とは一面識もございませんでね、でなんでそれなのに励ます会議の会長やってるか、私去年の秋に、せがれに言われましてね、せがれ大学2年生なんですけども、今若者はみんな絶望してるんですが、うちのせがれも絶望してまして、植草和秀さん と孫崎受けるさんの講演会が荒川の公民館だったんですね。でそれに行こうって言われて行ったんですよ。そしたらそこで国民の生活の議員の方が何人かいらっしゃってて、そこで東先生の話を初めて聞いたんですね。でせがれが言うことには少し希望を持っていいかもしれないというふうに言って、私もその通りだなと思いました。でそこで瀬川さんからこういう話がありまして、まあ僭越ながら引き受けさせていただいた次第です。これを機会にですね、本当にこれまでに日本になかったネットワークを作っていく一つのひな型にしたいと思いますので、よろしくお願いします。